今回紹介するダンベルプレスをやっていただければ確実にベンチプレスが強くなります。ほとんどの方がやり方を間違えている、何も持たないで寝っ転がって確認してください。胸で迎えに行くという意識を。こんにちは、パワーチューブです。今回はですね、ベンチプレスを強くするためのダンベルプレスについて、解説していきたいと思います。ベンチプレスを強くするためのダンベルプレス、ほとんどの方がやり方を間違えていると思ってます。今回紹介するダンベルプレスをやっていただければ確実にベンチプレスが強くなります。それでは行ってみましょう。まず何が普通のダンベルプレスと違うかと言いますと、必ずセッティングでアーチを組むんですよ。ほとんどの方、アーチを組まないですよね。ベンチでアーチを組むのに、ダンベルプレスでアーチを組まないというのは間違っていることです。アーチを組む理由は、大きく僕が思っているの3つあります。1つ目は、胸にストレッチがかかるので、胸を使えます。で、2つ目ですね。2つ目は、肩を痛めづらくするためなんですよね。アーチを組まないでダンベルプレス、もしくはベンチプレスやろうとすると、肩を使う割合がとても多くなってしまいます。なんでアーチを組むことで胸を使えるので、肩の負担が減って肩の怪我のリスクが少なくなります。ラスト3つ目ですね。3つ目、アーチを組む理由は可動域を短くするためと思っている方は結構多いと思います。確かにこの理由もないことないんですけど、それよりも大事なのはアーチを組んで体を詰めて固めることで自分の出力、力を出せる位置を作り出してるんですよね。そのためにアーチを組むんです。はい。で、次は下ろす位置の確認になります。下ろす位置はまずダンベルを持たずに、何も持たないで寝っ転がって確認してください。で、確認の方法としましては、このようにまずアーチを組んで肘を動かしてですね、肩に負担がかからない位置を探してください。そしてこの時にもう一つ、負担のかからない位置を探すのと、肘と手、ダンベルがですね、これ一直線上になっているということも確認してください。次はセッティングになります。ダンベルを膝に置いて蹴り上げて胸のところまで持ってきてください。そして、持ち上げた時に肩とダンベルがですね、一直線上にあることを確認してください。そして次、下ろした時の肘の角度ですね。これはですね、肩と肘が地面に対して平行になった時に、肘の角度が90度になる位置を確認してやってください。地面と平行以上まで下ろす際はですね、そのまま90度の腕の角度のまま下ろしてください。で、続きまして、握りですね。握りに関しましては、このようにですね、あまり握りすぎずですね、ダンベルプレスを行ってください。理由としましては、握りすぎてしまうと、力が入ってしまって、いろんなとこを使わさってしまうんですね。で、僕の、おすすめするダンベルプレスはですね、胸を主要として使っていきたいんですね。そのためには、握りすぎず、胸を使うイメージを強くしなければいけないので、握りすぎず、もう手に乗せるだけですね。手の、芯に乗せるだけ。ということをイメージしてやってください。で、次ですね、ダンベルを下ろしていく際にですね、胸で迎えに行くという意識を強く持ってください。このようにですね、胸で下ろしていくときに迎えに行くという動作を入れることでですね、これベンチプレスとかなり動きとして繋がってきます。イメージとしては、肘は曲げずに胸で迎えに行ってできたら、まあ最高なんですね。だからもう、それぐらいの勢いで、肘を曲げる前に、まず胸で迎えに行くぐらいの気持ちでやってください。はい、そして最後はセットです。セットは主に8回のセットで組んでいきます。で、セット数は8回ができなくなるセットまで行っていきます。特に、セット数は決めません。で、一つコツありまして、8回目ですね。7回までやって8回目で、一旦肘を伸ばして、一呼吸ついていただいて、またアーチを組み直して8回目、全力で臨む。という形を僕はお勧めしています。
はい、今回のベンチプレスを強くするためのダンベルプレス以上になります。今回のやり方をやっていただきますと確実にベンチプレスの強化につながってくるので、ぜひ皆さん試してみてください。今回の動画は以上になります。皆様良いパワーライフを。